こんにちは、エンジン太郎です。前回のマニホールドに引き続き、キャブレターボックスの方を作っていきます。機能的なイメージとしては、古い RS125 などのラムエアシステムに近いものを想定しています。よし、サージタンクの準備をしていきます。マニホールド変えたことによって少しは余裕が出ましたが、狭いことには変わらないですね。まずはオーニスを塗って展開図通りに下書きをしていきます。展開図はこんな感じで結構複雑になっています。エンジン本体に干渉しないように設計していった結果、こうなってしまいました。はい、展開図書けました。あとはこれを切っていきます。板厚が2ミリなのでジグソーで切るのが一番楽ですね。こんな感じで切り終わりました。あとはこれをきれいにして折り曲げます。このタイプの折り曲げ機もいいですが、もうちょっといい折り曲げ機を今度作ってみたいですね。これはこれでまあ比較的簡単に曲がります。形状が結構ごちゃごちゃしているので、曲げる順番を間違えると干渉して曲がらなくなりそうです。結局最後はハンドパワーで無理やりでも合わせます。そしたら再びアルミ溶接の時間が始まります。今度は板厚が2ミリなのでちょっと心配ですが、前回マニホールドを作ったのでだいぶ慣れてきました。同じようにキャブボックスの蓋となる部分も製作していきます。手順としては下側のボックスと同じで、毛がいて、切って曲げて、仮溶接、本溶接という感じです。本当はこのボックスの部分は、あまり溶棒を入れずになめ付けのような形で付けたいのですが、アルミはなめ付けが結構大変な気がします。どうしても自分がやると溶棒をいっぱい入れて、もりもり持ってしまいます。フランジをくっつけてきます。こんな感じで、ここら辺で溶接用のアルゴンガスがだいぶ心もとなくなってきました。なんとか最後まで溶接できそうで良かったです。もし途中でガスがなくなったら、数日待たなければいけませんでした。はい、さて、キャブボックスの最後の仕上げに入ります。各種細かい穴開けてきますね。キャブの取り付け用の穴は先に開けてましたが、
真ん中の混合器が通る穴はまだ開けてなかったので、そちらを開けてきます。はい、これがスロットルボディ、日産のスカイライン34だったかな。まあ、これの一部を使っていきます。当初はバルブの部分も自分で作ろうと思ったんですが、ヤフオクを徘徊したからこれでいけそうな気がしたので、一旦これで進めます。もし都合が悪いようなら新しく作り直します。NA で走るときにはこのようにバルブを開けといて、火球が始まったら閉じてキャブボックスを密閉するという方法をとってみます。まあこれがうまくいくかは分かんないですけど、ちょっとこの辺邪魔ですね。ブライスで引いちゃいますか。箇所だけ穴を開けて固定しちゃいます。一箇所だけ止めて一ギメと、位置が決まったら、バタフライバルブの空気の取り入れ口を開けていきます。大きいホルソーがあると良かったのですが、ないのでドリルとジグソーで地道に穴を開けることになります。デコボコに開いた穴は最後にイルーターで整えて完成となります。まあここもバタフライバルブが引っかからなければいいので、そんなには気を使わなくていいです。はい、スロットルボディの取り付けはこれで大丈夫そうですね。大きい穴2箇所は開け終わりました。あといくつか小さな穴は開けなくてはいけませんが、もうじき完成です。今開けているのはボックスと蓋を固定するためにネジ穴を作るので、そのための下穴を開けています。ネジ自体はナットリベットを使って作っていきます。もうちょっとフランジの部分を大きく作ればよかったですね。ちょっと狭すぎました。内も固めちゃいます。ちょっと怖いので、穴開けの場所が悪かった。まず燃料系ですが、燃料系統はこんな感じのニップルを作りました。ネジになってて六角がついてるものです。両端にニップルになってるやつで、で、8ミリのネジが入ります、これは。キャブボックスを挟み、密閉することができます。内と外を分けることができます、これで。じゃあ取り付けていきます。よし。じゃあキャブボックスに穴を開けます。キャブの位置がだいたいこの辺なので、まっすぐこの辺にしとくか。邪魔にならなそうなここにしときます。
つきました。スロットルワイヤーを通す穴を開けてきます。位置はもう分かってるのでここでパンチ、スロットルワイヤーがちょっと短かったので長いものを作りました。まあ倍ぐらいの長さにしてあります。一通り部品ができたので組み立てていきます。余分なものがどんどん増えていくので整備性はどんどん悪くなるんですね。正直普通の NA の方が好きですが、今回は実験という意味が大きく仕方がないと思っています。正直これはミニカーだからなんとかなるので、もしバイクでやろうと思ったら、今よりも相当苦労するんだと思います。これでキャブボックスの取り付け終わりました。ので、エンジンの始動テストします。あとチョークは操作不能になってしまったので、バタフライバルブを閉じることでチョークの代わりとします。まあ当座はこの状態でやって、あまり都合が良くなければ正規のチョークを取り操作できるようにします。今バルブ閉じてるので負圧がかかって燃料がいっぱいいくようになってます。これだとさすがにかけにくいですね。ちょっとだけ開けてみます。高かったのは少しワイヤーを引っ張ってただけなので調整したら戻りました。じゃあこれでキャブボックスは一通り終わりです。あとは隔壁をつけながらさらに変更を加えると思いますが、まあ、ボックスとしての機能は果たしてるみたいです。テスト走行に行きたいところですが、今は不要不急の外出を避けるべき時なので、今のところテスト走行はできません。なので屋内でできる別の作業、実験などを優先して進めていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。